僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。Facebook に流れてきた、オバマの側近の人が撮ったベストショット55枚っていう写真のね、なんかいかにも広告するやつを見て、感動の涙を流しちゃったりね、オバマっていいやつじゃねえかよって。いや、これ、でもやばいな、僕。めちゃくちゃ悪操作さ、情報操作されてんじゃん。オバマがさ、こういうなんか、例えば廊下歩いてて、横のさ、清掃員みたいなやつさ、こう、グータッチしてんのよ。あれいいよな。あの写真、ほんとベストだよ。これだからさ、ほんと清掃員みたいなやつもさ、この偉い人がさ、グータッチしてる。完璧だよな。あれが悪いやつっていうか、あれをさ、演出でやってたらもうしょうがないよ。もう負けだよ、こっちの。演出できるもんじゃないでしょ、ああいうことは。僕も心は優しいからさ。まあ、そういうとこなんだけどね。で、ヒラリーメールっていうことについてさ、僕すごいさ、調べちゃったんですよ、その後。そしたらね、ヒラリーがめちゃくちゃやばいやつだってことが分かっちゃってさ、トランプで正解なんだよね。大正解だったわ。もうでもこういうのやったら僕までなんか誰かに付け狙われたりしたら嫌だし、暗殺されたら嫌だからヒラリーに。うん、気づいてしまったんだよ。ヒラリーメールについて探ってるうちにさ、怖すぎるよあれ。みんなもう調べない方がいいよ。ヒラリーがなんかね、一番やばかったのが、戦闘機の前でこういう風にピースしてる写真があるの。うん、ヒラリー・クリントンが。その写真が何の写真かって、これ詳細真相はわからない。だから僕もそれを見たそのサイトのことを鵜呑みにしただけだから、わかんないよ。だけどそれは、なんかその、すごいお金を持ってるね、あっちの、アラブの奴らを暗殺しに行く前の写真なんだって。で、全員傭兵を雇って、アメリカの軍隊じゃないんだって。アメリカ軍じゃなくて、アフガニスタンかなんかの傭兵を雇って、これからあいつを殺しに行きますよっていうところで、こう、記念撮影してんの。で、それでそいつらは、見事ね、その、すっごいお金を持ってる、何百億ドル持ってるやつを暗殺成功するわけ。で、それで、帰ってきたら、その人たちが、もう英雄じゃん。傭兵軍団だけど。で、財産持って帰ってくるわけ、暗殺して。そしたらその飛行機が、爆発しちゃってんですよ。さっきフィラリーと一緒に V サインで撮ってたあの傭兵軍団、飛行機ごとぶち落とされてんの。で、それを指示したのが、ああもうこれ以上言えない、これ以上言えないよ。そのメールが流出してるんですよ。怖いよ。あいつらを落とせ。フィラリーのメールが全部流出しちゃったの。3万通ぐらい。その中で、あっちの、そのアメリカのね、担当者、向こうの担当者も、その後ね、ぶっ殺されてね、引きずり回されちゃったの。死体を。やばいんだよ、だから。あれがヒラリーメールの正体だったっていう、これはでも僕が言ったんじゃなくて、サイトに書いてあったの、そうやって。だけど僕はね、絶対そんなことないと思うんだよね。だって僕、ヒラリー応援してるじゃん。だってなんなら、僕ヒラリー応援してたから、こういう嘘ね、ほんとやめてほしい。そうやって情報操作して。ずるいよね。だっておかしいじゃん。そんなことさ、大統領選挙に出る人がやるはずないじゃん、そんな怖いこと。おかしいって絶対。だから僕は、トランプショックでね、こう、下落した瞬間に、一時的にヒラリー応援のね、買いポジションに回ったでしょ？そういう意味であの時は僕は応援してたんだよ。だけど、やっぱり世の中はわからんなと思って。でもオバマはすごくヒラリー側じゃん。だけどあれってさ、グータッチをさ、清掃員ってやるから、オバマはそんなに悪くない人のような気もするけど、そういうのもひっくるめるとなんか怖いし、何が本当なんだかわかんないよ。9.11 のこととかもさ、調べれば調べるほどやばいしさ、なんか貿易センタービルにさ、飛行機が突っ込んできたやつとかさ、なんであのビル爆発したのにさ、ビルのさ、上の方に突っ込んで爆発したのにさ、ビルのこの、一番下の根元のところでさ、軽めの核爆発みたいのが起こってんだとかさ。これ。でも、本当そうですよ。おかしいんですよね。おかしいけど、これ、ちょっと待って。おかしいって言ったのママさんですから、僕、僕関係ない。ぶつかったことじゃないので、そうですよね、うん。ママさんがおかしいって言ってる。だから僕もママさんの、意見を伝えたまでだけど。怖いよ、だから。真実は知らない方がいい。僕はオバマはいいやつだと思う。あの写真見て悪いやつなわけないじゃん。子供がさ、もうさ、大統領ハウスの床みたいなところに寝そべってさ、こうやって子供とさ、目線を合わせてさ、あやしてあげたりとか、うん。オバマはいいやつだよ、絶対。
誰か悪いやつはいると思うけど、今言ったのは僕がネット上で見た情報をそのまま言っただけで、それが真実なのか偽物なのか分かりません。そこだけね、最後にね、補足の説明としてですね、こういう情報もあるよっていう、一つのこの DJ 感覚、こういう情報、これ今回はこの曲を聴いてくださいみたいな、DJ としてね、皆様にお届けした情報の一つですか。